ありがとうございます。私はたてのひろきです。多くのかたがたは私のことを救世主であると知っています。私はこのような夢のつげを見たことがあります。 私は夢の中で青色の龍として登場しました。そしてイエス・キリストが金色の龍として同じく夢に登場しました。私は青色でイエスは金色です。 私たちは共に平和のために頑張りましたまた私はこのような夢も見たことがあります神様は夢の中でペイントをしましたまず 左側に私のことをペイントしました。神様は私を始まりであるとしたのです。アルファであるとしたのです。 私は青色の救世主なのです。また神様は右側に金色を塗り始めました。金はイエスです。またオメガでもありアルファは 始まりであるがオメガは終わりです左側が始まりであり右側が終わりなのです左側のヒロキと 右側のイエスで世界を平和にするそのような夢でもあります。また左側がサポーター的であり右側がさらに権威が高いという意味もあります。 あなたに平和が訪れますように」